藤谷蓮次郎です、今日も1970年代傑作アルバム全曲紹介トークということで、第4弾は沢田研二さん、ジュリーさんのいくつかの場面、1975年12月のアルバムをご紹介しておりますが、今日も1曲取り上げてみたいと思います。で、その前にお願いをしておきます。チャンネル登録といいねの方ぜひよろしくお願いします。そういう方が増えていくと私としては続けやすくなりますので、勝手なことを言うようですが、ぜひ、ご用途を急ぎでない方はよろしくお願いいたします。それでは参ります。今日取り上げるのは3曲目になります。燃え尽きた2人という曲です。かなり、スローで、ゆったりした悲しげな曲です。簡単に言いますと、その前の外は吹雪の時に、多分ね、このアルバムってその前の時の過ぎゆくままに、これが1曲目に置かれていて、でこれ一旦別にすると、外は吹雪という中でなんとなく不安な不協和音を感じる男女の姿が描かれますね。でここでこの次に本当はくっついて作ってる曲ではないと思うんですが、なんとなく一つのドラマの流れがあって、破綻します。この二人、いよいよ都会の隅で、なんとかお互いを愛し合うことができれば生き延びていけるよねというような孤独を抱きしめた2人の男女がいて、その男女がなんとか愛し合うと、時の過ぎゆくままにと同じような世界観にはなりますけど、その2人が結局無理だなっていうことになって、男は寝ている彼女を残して、その寝顔を目に焼き付けた後で北に行く船に乗って僕は旅立とうと言ってる歌ですが、非常にゆったりしたバラードで、やっぱり悲しいという表現が本当に合うのかなと思います。悲しい曲です。で、もう一回、ここで、別れていくことだけが優しさで残るんだっていうようなことを彼が歌ってる、その詩はですね、興味深いのはやはりこの人なんですね。松本隆さん、今回のもういくつかの場面というアルバムは、先にいくつかの場面に対する紹介というところで私申し上げましたが、ハッピーエンドというグループのメンバーが、あの伝説の日本語のロックを初めて歌ったとされるハッピーエンドというグループの4人が全員参加しているというアルバムです。でもほとんどは、大滝さん、細野さん、大滝さんの作ったあの子にご用心というところで出てくるんですけども、もう解散したバンドとはいえ、松本隆さんもここに出てくることが非常に重要でですね、この松本隆さんはドラマー兼作詞家で、本当に彼らの曲作りって松本さんが詩を書いて、で作曲を誰に頼もうかなとやってたっていうんですけど、でだんだん自立して作詞家として生きていくのが松本さんで、阿久悠さんがジュリーさんの1970年代の曲、前半では安井和美さん、そして次が阿久悠さん、こういうメインのソングライターたちが、作詞家たちがいたわけですけども、松本さんはジュリーさんとは、こうして一緒にやってることもありますが、すれ違っていく感じで、松田聖子さんとかね、この時代だと木綿のハンカチーフが彼かな、松本さんかな、簡単に言うと、阿久悠さんが持ってたようなダンディズムと切り離して、ナイーブで少しセンチメンタルなところもあるような、こう傷つきやすい、男の子にしても女の子にしても傷つきやすい世界観を描いた作詞家さん、その方がジュリーさんの作詞をやってて、だからせめて僕の方から別れていくのが最後の思いやりだよねという詩になるのかなという気はいたします。他の動画でも申し上げていますが、及川晃平さんという作詞家ですから、いろんな方と組むわけですけども、曲を詞を提供するんですけども、野口五郎さんのアルバムの中の作品に及川晃平さんの詞って多いんですよね。で、あの及川晃平さんも、松本隆さんもその野口五郎さんとの関わりもあって、で、ジュリーさんともある。この時代70年代の後半はおそらくポリドールというレコード会社と彼らのそれぞれ別々の、
事務所との関係があったのかなという気もするんですが、いずれにせよこのジュリーさんの詩の中ではとびきりナイーブなところがある詩を松本隆さんが書いてるという面白さ、興味深さというのがこの曲の私にとっては一番のポイント。言い忘れました、大事なことでした。庄司修先生もここにいますんで、庄司修さん、渡辺プロダクションの音楽プロデューサーでもあり、まあ、五郎さんとのコラボレーションでも私は動画何度も出してますが、やはりポリドールというレコード会社のつながりなんですかね。まあ、庄司修さんですから、こうゆったりした曲、もろに悲しいという曲の中に松本さんのナイーブな詩が入る失礼、それを、ジュリーさんが見事に歌いこなす。切ないナイーブさというのもジュリーさんのボーカルの一つの魅力なんで、それが十分に味わえる曲です。今日はいくつかの場面から燃え尽きた2人という曲をご紹介いたしました。チャンネル登録といいねの方ぜひお願いできればと思います。よろしくお願いします。また来週お目にかかります。失礼します。